チャンネル。はい、どうも皆さんこんにちは、監督です。今日はですね、今シーズンで足の速い中学生5人をね、全国大会前に紹介分析していきたいと思うんですけれども、その前にごめんなさい、私事なんですけれども、ちょっとお知らせさせてください。そのお知らせがこちら、サバエスプリントスクールを開校していきたいと思います。今回はそのスクール開校にあたってですね、無料体験スプリント教室っていうのをね、無料でね、実施したいと思ってるんです。で、そのお知らせなんです。場所は僕たちがよく、陸上競技場で練習してますよね。その陸上競技場、鯖江市東公園陸上競技場でやらさせていただきます。日時はですね、10月24日、10月25日、そして10月31日の3日間開催させていただきます。時間は24日25日ともにですね、13時から1時間させてもらいますけれども、10月31日だけ10時からの1時間とさせてください。午後はちょっと使えないらしいので午前中にさせていただきました。こちらもともと作ったチラシとは変更になってますので、ここはご確認ください。そしてですね、雨が降った場合はですね、24日と25日の場合、同じ時間だけれども、24日は北中山公民館というね、体育館使わさせてもらいます。そして、25日は川田体育館というところを使わさせてもらいます。時間は同じです。ただ10月31日だけ陸上競技場だったら午前中なんだけども、雨降った場合、体育館使う場合はごめんなさい、午後にさせていただきます。13時から14時までの1時間とさせてもらいます。ここだけ間違わないようにしてください。で、場所は、24日と同じ北中山公民館でさせていただきます。まあ、いろいろと連絡事項等ありますし、聞きたいこともありますので、必ずですよ、必ず090-6703-4197まで連絡をしてください。参加される方は必ずこの電話番号に連絡をしてください。よろしくお願いいたします。少しでもこの時間がね、有意義な時間になるように、僕も精一杯やらさせていただきますので、ぜひ、小学校3年生から、大人の方まで幅広く見させていただきますので、ぜひお時間ある方はお越しください。それではお待たせいたしました。今シーズン足が速い中学生5人を今から紹介分析していきます。それでは行きましょう。
第8です。